ハロー。プロジェクトが設立25周年を迎えたことを記念して、アップフロントのオフィシャル YouTube チャンネルでは、ハロー。プロジェクト25周年記念、ミュージックビデオ公開と題した特別企画が行われている。タンポポやミニモニ。など、これまで公式ではどこにも公開されていなかった過去の楽曲の MV が視聴できるようになったのだ。そこで今回、ハロー。プロジェクトのこれまでの歴史を公開された MV とともに振り返ってみたいと思う。とはいえ、四半世紀の歴史を詳細に語ろうと思うと、おそらく書籍一冊分はくだらない文章量になってしまうため、今回は筆者の子供時代の記憶も頼りにしながら、ダイジェスト版でお届けすることをお許ししいただきたい。ハロー。プロジェクトの原点は、オーディション番組、ASAYN からデビューすることになった平家道代とモーニング娘。の合同ファンクラブとして設立した、ハロー。である。同ファンクラブが設立されたのが1998年1月のこと。モーニング娘。は同年1月28日に、シングル、モーニングコーヒーでメジャーデビューを果たした。その後、数々の多彩なガールズグループを生み出していくハロー。プロジェクトの歴史の幕開けである。1998年10月には、モーニング娘。初のグループ内ユニットタンポポを石黒彩と飯田香織、矢口真理で結成。タンポポはメンバーが複数回入れ替わっているが、初期メンバーは健やかで清涼さのあるイメージの楽曲が多く、第2期で飯田香織と矢口真理、石川理香、かぐあいというメンバー構成になると、可愛らしい印象の楽曲が増えていった。特に、2001年11月発売のシングル、王子様と雪の夜は、グループ初のオリコンチャート1位を獲得。冬の街を背景に黄色印象で歌い踊るメンバーの姿に、懐かしさを感じる方も多いのではないだろうか。1999年には、ASAYN で太陽とシスコムーン、その後もココナッツ娘、カントリー娘、カントリーガールズが結成される。カントリー娘。白雪の時を経て2001年に助っ人メンバーの石川理香とメジャーデビューを果たすのだが、今回の MV 公開企画では、メンバーが輪廻一人だけとなってしまった時代の楽曲、北海道シャララも公開されており、貴重な MV となるためぜひ見てみてほしい。また、1999年には後藤真希の加入したモーニング娘。が、ラブマシーンをリリースし、グループ初のミリオンを達成。日本の未来は、和をかける4、世界が羨む、YA かける4、と、印象的なフレーズとポイントダンスで一世を風靡し、モーニング娘。が現在まで続く人気グループとなる礎を作っていった。2000年には、身長150センチメートル以下の矢口真理、味方レッサトット、辻のぞみ、かごあいの4人によるミニモニ、が結成されると、デビュー曲、ミニモニ、じゃんけんぴょん、でブレイク。当時は小学生向けの雑誌などでミニモニを描いた漫画が連載されたり、キャラクターグッズなども作られたりして、大ヒットとなった。そして、当時のモーニング娘。やミニモニ、は、辻ちゃんかごちゃんの人気も絶大なものがあったが、2004年には辻とかごの卒業期に、WWU というユニットを結成。2019年の、ハロー、プロジェクト20トンエッジアニバーサリー。ハロー、プロジェクト、ひなフェス。2019で、ダブルが特別に復活したことで大きな話題を集めたことを覚えている方も多いかもしれない。2004年から2005年にかけては、ベリーズ工房、ビューデン、キュートも誕生。アイドルを極めてメディアでも活躍していた嗣永桃子や、アイドルが憧れるアイドルとして現在も各方面で活躍を続ける鈴木愛理などを輩出し、一時代を築いた。正確には、二人ともハロプロキッズで活動しており、その中でグループ活動などを経験しているが、二人の代名詞となるグループとしては前述のグループだと思うため、このように記載したい。2007年6月にはモーニング娘。で高橋愛がリーダーに就任。この時からスタートしたパフォーマンス力を重視したグループの方向性は、現在のモーニング娘。23にも受け継がれており、2011年まで続いたプラチナ期は、そのパフォーマンスのクールさで、今なお根強い人気を誇ることとなった。そして、2013年から2017年にかけては、現在のハロー、プロジェクトの礎が築かれていった時期と言っても過言ではないだろう。2013年に宮崎由香とハロープロ研修生の宮本花凛、公牧者とも決め、
大塚愛奈、上村あかり、金沢智子の6名で、ジュースイコールジュースが結成されると、2014年12月には、2009年から活動をスタートさせていたスマイレージが、アンジュルムへと改名。2014年11月末には、モーニング娘。リーダーのバトンが、道重さゆみから、福村瑞希へと渡され、2015年4月には、山岸莉子、新沼まれ空、谷本康美、岸本ゆめのら6名によって、椿ファクトリーが誕生。2017年5月には、一応華麗な、高瀬くるみ、清野桃桃姫が新グループでデビューすることが発表された、後の BYOONDS へ。そして、コロナ禍を経て、2021年に久しぶりの新グループで、あるお茶 NORMA が結成され、2024年には、松原ゆりやや小野田かりんらによる、ハロプロ研修生ユニット、23がデビューを控えているという流れである。ここまで、グループの結成や特徴的な出来事を中心に歴史を振り返ったが、ソロアーティストやソロ活動についてもう少しだけ触れたいと思う。まず、モーニング娘。7期メンバーとして加入した久住小春が2006年4月に、同名漫画が原作のアニメ、キラリン、レボリューション、テレビ東京系の主人公、月島キラリ役で声優デビュー。それに伴い、月島キラリ、スターリング、久住小春、モーニング娘。としてソロ作を複数倍リリースしている。特に、チャンス、は、モーニング娘。23の山あいおいが2020年に開催された、ハロー、プロジェクトプレゼンツ、ソロフェス、でカバーし、デビューから約1年しか経っていないにもかかわらず、3位に入賞したことで記憶に残っているファンも多いのではないだろうか。それから、松浦綾への言及も外せないところ。松浦綾は2001年4月に歌手としてメジャーデビューを果たすと、同年12月には NHK 紅白歌合戦に初出場。ラブ涙色で15歳とは思えない圧倒的な歌唱力を披露し、彼女の人気を不動のものとした。この楽曲はコン聴いてもサウンドと歌、MV のパフォーマンスすべてがかっこよく、改めて松浦の実力に驚かざるを得ない。このように25年の歴史の中で数々のグループやアーティストを輩出してきたハロープロジェクト。今回公開された MV を視聴しながら、その歴史を振り返り、当時の思い出に浸ってみてはいかがだろうか。